はい、どうも、ブラッドです。ということで、今日のエンゼルスですが、まずこちら、ウェーバーにかけられていた選手の移籍先が決まりましたので、こちら順番に見ていきます。はい、まず、まさかの3選手、同じチームに移籍となりました。クリーバランド・ガーディアンズにジオリとムーア・ロペスの3選手が移籍となります。ガーディアンズというと、現在エンゼルスと全く勝敗同じで、64勝70敗。ただガーディアンズはア・リーグ中地区の優勝の可能性がまだ残ってます。首位のツインズとは5ゲーム差、まだ全然ありますね。僕エンゼルス以外にメジャーで応援してる球団ないんですけど、これからはガーディアンズもちょっと応援したいですね。ぜひこっから逆転して地区優勝を狙ってほしいです。ツインズも決して嫌いではないんですけどね、マイケンさんいるし。でも元エンゼルス、まあ短い期間ですけれども、元エンゼルスの選手たちが活躍してチームが勝つっていうのはやっぱ嬉しいんで、僕はこれからね、ガーディアンズにも注目してきます。で、一人ずつね、ちょっと話してきますけど、まずジオリト、どうしましたかね。まあ、もともとホワイトソックスの時から結構ね、指標が悪かったりしてたんですけども、エンゼルスでね、こんなに打たれるとは。まあ相手も強かったですけど、結果1勝5敗。ほんと結果だけで言うとトレード大失敗に終わっちゃいましたね。これはジオリトにもがっかりでしたし、ペリーもね、見る目なかったなと。もう結果の世界ですから、その点は批判されてもしょうがないですね。で、次、ロペスは、ここ2試合失点してサヨナラ負けもありましたし、最後良くない印象を残しましたけど、全体的に見れば、非常に堅実な、いい活躍してくれました。ロペスはもう当然、トレードで加入してくれて良かったです。まっすぐでガンガン押す投球、気持ちよかったですね。もうロペスはガーディアンズに行っても、もう全然活躍してくれるはずです。で、続いてムーア。ムーアはね、今シーズン頭からエンゼルスで、途中ちょっとね、離脱ありましたけれども、ずっともう出れば安定感抜群のピッチング。特に前半はエグかったですね。オフでの獲得大成功でした。ガーディアンズっていうと、クローザーのクラーセいますから、そこにつなげるこの二人。7回ムーア、8回ロペス、9回クラーセ。これ見てみたいですね。で、これはね、3選手とも言えるんですけれども、ガーディアンズってね、毎年のようにピッチャーが強いチームなんですよね。だからね、きっと独自のノウハウみたいなものがあると思うんで、このガーディアンズに移籍して、どんなね、成績、ピッチング見せてくれるか非常に楽しみです。で、もしこれでね、ポストシーズン行ったり、リーグ優勝したりね、いい思いすることができたら、こっそりそのノウハウをエンゼルスにリークしてくれると助かります。さあ、そして続いてですけれども、ドミニク・リオンがマリナーズへ。ア・リーグトップの投手力を誇るマリナーズさんですけど、まだブルペンいるんですかねって思って見てみました。結果、絶対いらないでしょう。これ今日時点のロースターですけれども、ロングリリーフのルーク・ウィーバー以外、みんなリオンよりも防御率はいい。絶対いらないでしょ。これで誰か一人落とさないといけないですからね。いやー、マリナーズでどういう活躍するか、これリオン見ものですね。で、リオンは正直トレードで加入した時も、もうデッドラインのギリギリでね、なんでこの選手って思ったぐらい、もう不可解な北欧というかね、本当に大丈夫かなって感じだったんですけど、まあこれが実力通りっていうのかな、結果的にはあまりエンゼルスで貢献できずって感じでしたね。まあさっきのガーディアンズと一緒ですけど、マリナーズに行ってどういうピッチングになるか楽しみだし、あとなんとなくこうやって見てると、リオンね、結構マリナーズっぽさがあるんで、それはね、マリナーズリオンいいんじゃないかなと思います。そして5人目、ハンター・レンフロー、シンシナティ・レッズへ移籍と。あなたよかったね。いや、正直一番心配してました。だって BO を見てもマイナスですしね。今更どこのコンテンダーがっていう気持ちもあったんですけど、あなたよかったね。ちなみにレッズさんは、レンフローともう一人、ヤンキースからハリソン・ベイダーも獲得してます。だからね、右バッターで外野手2人取ったんですね。で、レンフロー、レッズ移籍してもね、もちろん僕は応援します。今、レッズはナ・リーグ中地区で、首位と6ゲーム差、ワイルドカード圏内まで 1.5 ゲーム差、十分ポストシーズンの可能性あります。レッズは赤いチームですけど、内野手はボット、外野はレンフローが引っ張ってね、ポストシーズンに導いてくれれば、もうそれでいいんじゃないかなと思います。まあ中には、
おいお前レンフロー、全然エンゼルスに貢献しないでワールドシリーズのチャンスつかみやがって、ふざけんじゃないよってね、言う人の気持ちももちろんわかるんですけど、もう僕はもうね、過去は過去でね、この先のこと考えると、やっぱ選手はちゃんと必要とされてるとこに行って活躍してくれればそれでいいし、でエンゼルスでは全然ダメだったけど、環境が変わったら打てますよってとこ見せたら、オフの契約額も何百万単位で変わってきますからね。これレンフロー大事なとこですよ。まあさすがに猛打爆発っていうとちょっと寂しさありますけど、まあ普通に打って活躍してくれれば嬉しいです。あとエンゼルスの懐事情的には一番レンフローの年俸が高いんでね、なんとか移籍してほしいっていうとこだったんで、これはねレッズさんに感謝したいですね。で最後6人目なんですけど、グリチックは残念ながら移籍ならず。メジャーリーグウェイバー非常なり、はい。いやー、たった一人だけ残しですか。エンゼルスに来る前のロッキーズ時代も含めて、今シーズントータルで考えると、さっきのレンフローよりもよっぽどいい成績なんですけどね。いやー、ちょっとエンゼルスに来て打たなさすぎましたね。まあ、ウェイバーが発覚して最初の日は打ちましたけど、ちょっとあのアピールだけじゃ足りなかったですか。っていうかウェイバーが公にならなきゃいいんですけどね。去年とかもこの時期ありましたっけ。今年はエンゼルスだけじゃなくて、あのカルロス・カラスコとか、まあ、さっきのベイダーとかね、ウェイバーにかけられてるって情報出てましたけど、去年もそうだったかなーってちょっと覚えてないですけどね。もしこれ情報が漏れちゃったっていうことだったら、選手も球団もかわいそうですね。ファンだったりメディアとしてはネタになりますけど、球団も選手も誰も幸せになりませんからね。もうほっといてくれと、秘密裏にやらせてくれよって感じでしょう。まあグリチック多分ね、今後エンゼルスでそのままプレー続けると思うんですけど、もう切り替えてね、来年の契約に焦点を当てて頑張ってほしいです。その他の情報ですが、ループもウェーバーにかけられていたと X で情報が出ていました。まあやっぱりなっていうだけですね。続いてホセマーテがトリプル A から今季メジャー初昇格を果たしています。そしてデイビス・ダニエルが IL から復帰してトリプル A にオプションされています。でこれですね、カイレン・パリスメジャー初昇格へということで、公式ではないんですけど X で情報が出てました。今季パリスは 2A で113試合に出て、打率2割5分5厘、出塁率3割9分3厘、長打率4割1分7厘、OPS810、ホームラン14本、盗塁44個で失敗5個。これは見物ですよ。今シーズン調べれば調べるほど楽しみです。まず打撃面ですけど、まあご覧の通り出塁率がいいということで、フォアボール率が非常にいいんですよね。今季パリスフォアボール率 17.1% は、所属しているサザンリーグの中で2位。で、パンチ力もあるし、足もあるし、これぜひスタメンで毎日使ってほしいです。で、もう一点、守備も良くてですね、こちらベースボールプロスペクタスの DRP っていう守備指標があるんですが、これが WA 全体でショート4位。これパリス去年マイナス6だったんで、オフにものすごい練習したんじゃないかなっていう気がしてます。なので明日からはネトが復帰するまではショート、復帰したらセカンド。そうやって、まあ隊長と相談しつつですが、とにかくたくさん出場機会与えられるといいですね。こちらどのチームも今日は試合がありませんでした。こちらはヤンキースだけ試合があり敗れています。あとさっき言い忘れたんですが、エンゼルスは今から1週間後ガーディアンズと4連戦あるんですよね。4連戦あったらジオリとはじめムーア・ロペスとの対戦きっとあるでしょう。これまた楽しみが増えました。明日はアスレチックスと3連戦、先発ピッチャーはサンドバルとお相手 JP シアーズとなっています。トリプル A です。ジョーディン・アダムスはヒット1本、パドロはホームランを含むヒット3本、リバン・ソトはヒット2本、ウォルシュもヒット2本、フィリップスはホームランを含むヒット2本。そして今日ご覧の通りステファニックの名前がないので、僕は明日昇格あるんじゃないかなと思ってます。ダブル A です。マシューズはヒット1本、タッカー・フリントはノーヒット。先発ピッチャー2021年ドラフト5巡目でエンゼルスに入ったブレット・ケリーですが、
8回をわずか2安打無失点、さらに無四球6打三振と快投を披露しています。はい、それでは今回の動画以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴーエンゼルス、さよなら、バイバイ。